せーの、メリーキュガチリマス。やあ、せつなけいすけだよ。よう、みなのしゅう、元気かの、バックステップの神様じゃ。やっていきます。確か俺のプレイからの、俺のプレイで始まる回だったと思うんでやりますよ。おう、とうとう、サンダーシティに来ました。戦いの匂いがプンプンします。あと、なんか、かけて、裏で、裏で糸を引いてるか。そうですね、そういうやつがおるみたいですね。プレゼントボックスがこんなところに完全に堂々と放置され、何これ、神様プレゼント、バックステップの神様さん、俺にプレゼントくれてる、ありがとうございます。まあそういうことじゃん。まあ思わしもの気前のいい大人やからの。今から開封していいですか。ありがとうございます。おー、まあいいぞ。やったー、バックステップの神様さんにもらったよ。神様の、神様のプレゼントどこ、神様のプレゼントどこ。あったー、わっ、戦闘物になって仲間を復活させて旋回復するんですって。ありがとうございます。おー、まあまあ大切に使えよ。ありがとうございます、神様のプレゼントです。わー、やったやったー、戦うぞー。やばいん出てきたね。なんかもう見た感じでもうやばい匂いがプンプンするぞ。闇は消して己の心から消え去ることもないもの。 BGM BGM 変わったよ。これ前にやったやつじゃないのか。前にやった強い敵は BGM 変わる法則のやつじゃないのか。やばいっす、防御力上げましょう。そもそもこれゴリ押し勝てるのか。いやこれティータイムって技覚えとったな。そういや、おやちゃやコーヒーを飲んでカフェイン状態になる。数段の間パーティー全体が、ああ、睡眠耐性耐性なんじゃ。でもこいつ眠らしてきそうじゃないんでいりませんね。そうじゃの。モコモコガード、ボイルアップ、そして攻撃は、あ、でもそれでも一応いけるっちゃいけるんか今のところは。じゃあ敵が強い攻撃撃ってくるかもしれんから注意は必要じゃ。確かにその通りではあるんじゃ。よいしょ、あ、通常攻撃の方がダメージ多いやん。おお、敵の攻撃はそれほどダメージがでかいもんではなかった。てか通常攻撃の方が、モッコの通常攻撃の方がダメージでかいよ。レインダー頑張れ。お前魔法あんまり効かんやつなのかな、こいつは。なんか使ってき、HP とか上げてきたぞ。なんかもう一つ暴力的なんか上がったか、魔法のなんかそんなんが出てきたような気がする。魔法なんちゃらっていうのがあったね。ってことは本当魔法効かんのかな。通常攻撃の方がダメージ大きくなったりして、あ、そうでもないわ。そうでもなかったわこれ。何 HP だけやん。HP だけしか増えてなかったわ。え、でもなんか出てきたよの。出てきた出てきた出てきたけど今上がりすぎて、まあいいや。まあいいや。あー、一気になんか強い攻撃食らった。回復回復、全体攻撃。あー、なんか間違えてるぞお前、なんか間違え。あ、でもモコちゃん回復するの。モコちゃんの方が効力高いけん、まあこれでもいいっちゃ。テクニカルの日いるかならよかった。まあこっちでもよかったんやけど、テクニカルの方、まあよかろうよかろうです。相手が様子見ている。チャンスといえばチャンス。なんかもうこいつ中ボスレベルじゃぞ。本当、中ボスレベルがこんな街中歩いとっていいんだ。いいんか、お前。なんか、ラスボスのところに行くためのアイテムを持っているから、こいつ倒しに一気にしたいみたいな。それを村長に言われて、ここにまで来ました、みたいな感覚ですよ。あー、モコちゃんやられた。あ、でも、レインジャーってなんか覚えてなかったっけ。あー、でも、これこれ、プチレイズ。復活魔法。こういう時に役立つんですね。助かります。全体回復か。その通り、今度こそちゃんと全体回復ときますやけど、あれどこ、あ、これか。 OK、 問題なし。シーン一回やられたことがもう問題の気もするけど、まあとりあえずちゃんと二人で攻撃できとるから OK じゃ。もう一回回復、普通のヒールでいいや。よいしょ。それにしてもこいつ強いね。なんかすごい耐えてきとるの。とモコちゃん半分まで削られとる。これらくも、あ、レンディアはにはそんなに効いてないんかな。みたいじゃん。
くそ、強い強いぞ。ではなかなか倒せてない、様子見とるだけあるわ。様子見とるっていうか、もうすごい余裕こいてるって感じになってますやん。なかなかどうして、長期戦、ああ長期戦って言おうとした時に倒した、やったよ、やりましたよ、バックスカメ様だ。よかった、こいつは本当強かった。なんか落とすもんが強さに比例してないんだが、庶民的だもん、飲んでる見た目とは全然違う。こういう中ボスクラスがうようようといるんですね。これはやばいっすね。それを一旦戻るじゃろう。てかセーブポイントあったよな。その通りよ、今思い出した、俺も今思い出した。俺こっから出てきたのに何、あ、ちゃ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 、こっちこっちこっち、何お前木に向かってセーブショートしとるんじゃ。わかりませんよ、親父ちょっと色似とるじゃないですか。ベッドの毛のあの毛布の色がね緑なんですよ。この木と一緒に緑なんですか。よっしゃ、こいつなんだ、トナカイが死んでいる。そんな残酷なことをさらっと言われたよ。トナカイは死んでいるとか、お前はもう死んでるみたいな言い方するな。サンタの迷宮、うおー、なんかすごい気になる。セーブ写真行ってみますよ。入れないよ、行ってみようと思ったけど入れないよ。 Z のキーを押してもね。お、こっち前も来た、なんか左下おる。これ一家に一台おじいちゃんってやつじゃないのか。話しかけない、一家に一台おじいちゃん、おじいちゃんや。これはクリスマスオブおじいちゃんです。サンタシティは裕福層でいいかな、これ層にしか買えないものなんですよ。どこが豪華なんじゃ、これだったらわしの方が豪華な人間じゃ。バックセブの神様、そんな豪華感ないんですけどね、リアルで見たら。ベッドの下に何かあるほど世の中は危くない、見たことあるこのセリフ。箱の中には梱包材、梱包材、あー、あのプチプチできるやつね。なるほど、これはモコちゃんもハマるわけじゃ。プチプチ、だが何の意味もない。その通りです。とりあえずこのサンタ戦おう。ドノーマルなんてできた、ここにて普通の腕でくるかの。てかお尻のあたりなんか火ついてないか。ついてるね、ロケット式になってる。これがサンタクロースって普通の名前でありながらも、なんか普通が一番だと思います。ごもっともです。これまでのやつらがもうひねくれすぎとんじゃ。強さ的にはいかに、なんか魔法でめちゃくちゃダメージ食らっとるぞこいつ。こっちもモコちゃんにもダメージめちゃくちゃ多いけど、なんかこのサンタレインディアの魔法攻撃めちゃくちゃダメージ食らってましたよ。これは勝てるぞ、勝てる気がするぞ。あいやー、けど HP がちょっと多いみたい。まあ元祖じゃん、それでも弱いの。ここにおる、こんなとこにおるんやけど強いように見えてもねって感じですね。赤いクッテに入ったベーシック、本当にベーシックです。そしてモコはレベル上がって、すごいな、雪女のカゴとかモコちゃんまで魔法的なものを覚え始めたね。さすが姉妹って感じになってきましたよ。レンジャーが魔法のこと教えてるかもしれんの。さすが姉妹や。一応モコちゃんにも魔法の素質あったみたいな感じになってる。これ敵が強いんでね、もうこまめにセーブしていきますね。わかった。さてちょっと左右見たんで、あ、そうだそうだ、何だったかな、視聴者さんのあのなんだろう、コメントではあったんですけど、カット、わあ、なんかすごい可愛い。てかカットしてね、ちょっと目的のとこまで移動しようとしようとした時にさ、あのサンタが毎回毎回枠一体枠ところに突っかえてしまったんですよ。可愛いのが出てきた、絵描きそうなやつが。けどね、俺らは容赦しないんですね。てかね、カットをしようと思ったところ眠らされた女の子、こういう可愛い系のやつを大体眠らせてくるね。落ち着いてよ両節だ、あら簡単に倒したの。なんかちょっとあれだけサンタシティにおったのが強すぎてね、なんか簡単に倒せてしまうよ気がする。ここら辺のやつがサンタ見たことあるかな。この辺のやつはよく感じるようになってきましたよ。確かにドラゴンボールで言うたら
フリーザ編の頃のフリーザは戦うめちゃくちゃ、あ、手こずったけど、ブー編になったらフリーザはそんなに強くなりません、強くないなって感じがする、悟空。例え悪いな。これですね。これ開けるためのアイテム持っとったみたいな感じのことを、視聴者さんのコメントから見たん、これだ。緑の鍵。どっちか開けれるっていうわけですね。バックスムの神様さん、どっちがいいですか。わしは実は左利きやけんの。左がいいの。じゃあ右やります。おい、なんで聞いたんじゃ。イエローピアスです。イエローピアスが手に入りましたよ。ああ、それはいいけどの、お前の選び方がちょっと腹立つぞ。 MP が上がるらしい。はっ、ゲーム実況中にゲーム実況しそうになっとったわ、パソコンの前で。それ滑っとると思うよ。行きます、行きますよ。もうこのサンダーシティどんどん進んでいきますよ。お前滑ったことなかったことにしようとしてるの。知りませんよ。お姉ちゃん、このドナスカイさん生きてる。待って、今回復する。わかった。ある程度は回復できたけど、どうかしら。へぇ、すごい。何ですかこの力は。魔法で、まるで強化されたのようです。力についてはあまり高原すかな。わかりません、俺もわからん。なんて思うこれ。ねえねえ、なんでマジがこんなことになっちゃったのか、ここあたりとかあるかな。ここあたりですか。確かではないですか。一応読み方荒いの。やった、何か情報が聞き出せるかも。教えて教えて。クリスマスの日捕まえ、私が使えるサタサタ家に何者かがお茶を届けに来たんです。いかにも怪しいわね。いちいちお茶を届けに来るっていうことがね、もう怪しいよ。そのお茶は何か、不思議な光を帯びていました。リアルゴールドみたいな感じでないか。すごく魅力的で素敵な色だったんです。もはやお茶なのか、それは。見た目でお茶じゃないってちょっと今のこの時点で感づかんのかね。おかしい、お茶はそんなに、いや、お茶って濁ってるからこそうまいみたいなのがあるからの。濁りはうまみっていう CM がありますからね。うん、いかにも怪しいわね。それはレインでも気づく。私の使えるサンタさんは受け取ったお茶を飲みました。次の日には強化していました。原因不明です。いや、絶対それに、絶対それに原因あるでしょう。それしか考えられへん。サンタ、明らかにお茶じゃないの。聞いた話によると、町中のサンタがそのお茶を受け取って飲んだんです。これさ、サンタの方にもなんか自業自得なところある気がするんよな。なんつうか、疑え、ちょっとは疑え。サンタバカなの。え、サンタバカなの。多分、就職試験とかで一個も企業受からんかったけん、サンタという仕事しかなかったからサンタやってますみたいな感じのやつが多いんだろうね。夢ないの。いつも私たちってプレゼントを送るかもしれないですか。だけど何かもらえるというのが嬉しかったと思います。わからんではないようなこと言うなお前。お姉ちゃん、ついに原因を突き止めたね。何が目的かわからないけど、凶暴化するお茶をこの町のサンタに配って回った者がいるわけね。でもさ、一部のサンタは無事に町から逃げてるみたいだけど、全員がお茶を飲んだわけではないってことかしら。いや、そりゃ全員、サンタ全員がさ、疑わずに飲むっていう、もう逆におかしい話だと思うな。その通りじゃ。何人かは怪しいと思って飲まんかったんじゃろ、それだけじゃ。多分凶暴化せずに町から逃げられたサンタさんは、凶暴化が起こった当日はプレゼントを集めに人間界に行っていたサンタさんだけかと。ってことは、テントにいたサンタやサリーは当日はサンタ氏にいなかったと。うん、そうなるよね。
が分かったはいいけど、お茶のせいってなると解決法が思い当たらないわね。確かに、ワクチンって お茶に対するワクチンってどういうことってなるもんね。バイオハザードみたいにウイルスが原因だったらワクチンっていうのも納得がつくけどの。あ、ねえねえ、お茶って、お茶が光ったって言ってたよね。はい。何かを魅力的に光らせるって言ったら魔法じゃない？魔法？確かに魔法は光を帯びているけど。だよね。じゃあ魔法で作ったお茶なんだ。なるほど。これは魔法あるあるってことでいいんかな。俺らにとってはなるほどってちょっと、まあそういうことなんかなってちょっと納得しておくせざるを得んのかなって感じですけど。ってなると重要なのは暖かいさん光っていたお茶の色って思ってるかしら。色ですか。確か青だったような。パターン青、シトですかそれは。お、どうしたレインディア、何かを感づいたぞ。どうした。あれ、魔法は黄色に光るものだよね。知らんよ。俺のバックステップの神様さん知らんよ。いえ、ほとんどの魔法は性別によって色が変わるの。男なら黒、女ら黄ってね。男黒って、黒い魔法でなんかちょっとすごいな。ファイナルファンタジー初代のやつ思い出した。黒魔術師。そっか、私の黄色い 光の魔法しか見たことなかったのはお姉ちゃんが女の子だからだったんだ。でも黒が黄色ってことは青の光は魔法じゃないってことだよね。そうでもないわ。人間界に一人だけ普通ではありえない魔力の奇跡、青い光の魔法を使える魔法使いがいる。なんてこった。なんなんそれ。あのアブソリュートディオでいうさ、主人公は盾みたいな感じのこと。いやそれちょっと例えがわしわからん。アブソリュート見ろとかいうアニメ見たことないわ。えパパよ。え、う、嘘。パパが犯人だって言うの。急展開すぎる。考えたくないわ。私の思い違いだといいんだけど。てかパパすげえ、一人だけ青の魔法使える動画。もうその辺はちょっと関心ですわ。先ほどから何を言ってるんです。いい香りとか魔法とか今日他に何か関係あるんですか。もしかしたらね。とりあえずあと小田さんが何とかするから、あなたは安らかに眠って。わー、眠ってどうするんですか。何とか眠るわ。逃げてった。ふぅ、パパが犯人ならショックだけど、いい情報が聞き出せたと考えましょう。パパ。さて、魔法の力によってサンタが凶暴化しているならば解決策があるわ。解決策？対抗魔法的な感じか。さっきの話を聞いてどこかで見たことがある魔法だなって思ってたんだけど、思い出したのよ。お、何か心当たりが。多くの生命体を同時に自分の使い魔として操れる大魔法、その名も僕の魔王の名前もうちょっと考えてほしかった。なんか自己発言というか自己権欲が強い男の子の小さいガキみたいな感じのものですよ。これ僕のおもちゃみたいな感じですよ。ダサい。そんな面白い魔法があるだなんてお姉ちゃんよく知ってたね。パパの部屋にある魔導士って一緒に読んだことがあるのよ。パパの部屋に。ってことはパパがその魔法を使えてもおかしくはないところにあります。わあ、一気にパパが怪しくなった。で、それも魔法の仕組みなんだけど、本来これは魔法使いを操るためのもので、体の中にある魔力を縛りつけて思うがままに動かしてしまうものなの。ってことはサンタの中にも魔力がないとこれは発動しても意味がないってことになる。魔力最初からあるんかの。どうだろう。だから魔法を使えないサンタを操るためには魔力が含まれたお茶を配って体の中に魔力を保有させる必要があったってことだと思う。ああ、お茶の中に魔力を貯めた剣光が放っとったわけじゃ。なるほどの。なるほど。それならばサンタが凶暴化すると魔法が使えるようになるっていうのも納得はいくわ。
そりゃ魔力が蚊の中に入りますもんね。そういうことか。そしてここからが重要なんだけど、この魔法を使うためには操りたい対象は近くに結界を張る必要があるの。あるってことか、その結界が近くに。結界？結界師みたいになってきましたね。住村吉村とかおるんかな、近くにカラス森学園みたいなのあるんかな。そう、つまりはね、この町のどこかに結界を張っていない限りサンタが操ることは不可能ってこと。っていうことは、まあ、町を探索してみればその結界は見つからないかもしれないんだ。うん、すごいすごいよ姉ちゃん、ようやく限りに近づいてきたね。じゃあ今すぐ町を探索をしよう。いやー、それがね、私その結界を解除する方法がわからないのよ。わあ、一番大事なとこやん。え、一旦家に帰るわ。パプの部屋に魔導書を読みに行くわよ。帰るの？帰るならどうしようもないもの。ずっとここにいたって突然結界を解除する方法を思いつけるわけないじゃないわ。けど帰る方法わからんよね。そうじゃ、ベリリン・モンローだったから、そんなやつが消えたからの。それはそうかもだけど、さっき会ったトナカイのあるあいつ、元の世界に戻るなら協力してくれって言ったわよね。あ、そうだったっけ。前か、そのさらに前のパートだったのに忘れてる。わしも。うん、でも一度帰ったらもう連れてきてくれないんじゃないかな。そんなの務まへんしよって。もうこっちじゃ、こっちに送らせるわよ。もうこういうレンディア、もうお兄ちゃんの。お姉ちゃんやる気だね。あのトナカイ角生えてなかったけどね。もうね、シュールですね。シュールですね。物語の進み方はシュールですね。あー、セーブさせてくれない。セーブさせて、話を聞かないんじゃないよ。話を聞かないんじゃないよ。あーあー、話を聞きに行こうと思ったら触れてしまいました。まあしょうがない、戦え、急いよいブリフィン2世。もう名前の意味がわからん。そうですね。2世なんじゃ。1世はどこに行ったかわからんけどさ。まあ確かにソリ乗っておけんサンタなんだろうなって今わかる。サンタっぽくはないけど、どうしようかな。俺時間的にそろそろ切りたいんやけどね。あ、こっちのセーブポイント、こっちのセーブポイントいきますよ。いやお、ちゃんと来れたの、セーブできるじゃないか。よっしゃ、よかったよかった。次回あのサンタに話しかけるとして、今回はプレゼント開封。おしるこんっていうのをドロップしたね。おしるこん、これこれやね。ローリーなんかあったっけ。あ、これは見たわ。ちょっとわそっただけで。というわけで、おしるこん、レッツゴー。あ、おしるこんっておしることコーン混ぜたのか。合わないな、多分それ合わないな。いや確かにちょっと大豆とコーンって若干似たようなところあるかもしれんけど、合わないな俺としては。次いきます。プレゼントボックス4個あるんで1個ずついきます。イエス。ドラクエに出てきたこれ。出てきたんじゃないかの。頭の赤いのはよく気になるけど、出てきたの。出てきてましたね、これ出てきました。ドラクエに出てきました、見たことある。明確しててもバレバレです。2個目、早いよ早いよ、数日ぐらい早いよ。暇やないおじいちゃんおばあちゃんがいたんじゃの。ひとみん、このひとみんってやつがなかなか気前のよくて、ちょっとお年玉、お年玉なの。前もってくれるというね。まあ1月2日と1月の1日2日とかはお店とか開いてないから、お年玉もらっても買えるもんがないからの。なるほど、早めにもらっといてね、あの店が開いてるうちに買うということですね。というわけで3つ目、
まだ手に入ったこれ。え、ちょっと待って、王様一人なのになんで王様だけ2個目出てくるんじゃ。え、あの執事、え、2個以上持っとった、王様2個以上王座持っとった、そしてその2個とも執事が提供したな、サンタに。もう謎が前回解けたっていうか。まあいやいや、行ってこう。サンタ、野球やろうぜ。サンタ、野球やろうぜ。おい、サンタ、野球やろうぜ。おい、サンタ、野球やろうぜ。さ、さ、サンタ、野球やろうぜ。さ、さ、さ。誰も相手にしてくれないようだったら、一緒にわしがやってやろうか？お前は野球拳でもやってろ。はぁ？